武蔵国府八和田宮赤被国府八和田宮とは、両政国の国府の近くに創建された八和田宮である。府中八幡宮と称されたり、国部八幡宮と表記されることもある。また単に八和田宮、八和田神社としたり、地名を関する神社もある。国府八和田宮には神社によって、国画の鎮守であると伝えるものと、国分寺の鎮守と伝えるものとがある。 一般に国府と国分寺は近くにあることが多く、両者が混同されたものもあると見られている。総国分寺である奈良の東大寺の鎮住者が、田向山八幡宮であることから、各地の国府、国分寺でも八幡宮を珍住としたとも考えられる。これらの国府八幡宮は、国府の近くにあることから、後に、創者の機能を持つようになったものもある。一国一社の八幡宮、 一同一社の八幡宮、宗者八幡宮と称する八幡宮も国府八幡宮に由来するものとされるが例外もある。例として、武蔵国では宗者八幡宮として岩井神社が国府八幡宮として武蔵国府八幡宮が鎮座しており、また国分寺市西本町の八幡神社が国分寺の鎮守であったとする説もあり、分立している。また、上野国は 国府否定地に近い前橋八万宮が国府や田宮とする説があるが国府否定地から離れた場所に一国一社八万宮として上野国一社八万宮が鎮座している。機内東海道東山道北陸道山陰道山陽道南海道西海道。ありがとうございます。